こちらは、勾配効果法の動画です。今回は、早送りにしています。この式から始めます。上の2つの式が勾配効果法です。相和記号がついていることに注意してください。この4つの式を、投稿線を使ってイメージ、 してみましょう。勾配効果法は左の図になります。こちらが確率的勾配効果法です。 勾配効果法は、投稿線をジグザグに降りるイメージです。相和記号がついていないことに注意しましょう。投稿線をジグザグに渡るのには、二つの理由があります。一つは計算量です。右側の勾配効果法は、1ステップの勾配を計算するのに、すべてのデータを使うため、 どうしても計算量が多くなります。その代わり、投稿線を垂直に降りていくことができます。これに対して、確率的勾配効果法はデータをサンプリングするため、勾配計算のたびに全てのデータを使いません。その代わり、投稿線を垂直に降りていくことはなく、ジグザグになります。 ですが、このジグザグに降りていくことが極小値に陥った時に抜け出せるポイントになります。これを再度曲線のイメージで考えます。このような曲線の最小値を求める場合、勾配効果法では探索中曲線の形が変わることがありませんが、 確率的勾配効果法ではサンプリングのたびに曲線の形が変わります。曲線が変化することで黒の曲線のままでは抜け出せない極小値から抜け出せる可能性があります。 最後に最小値または極小値での2つの手法の振る舞いを見てみましょう。勾配効果法は最小値まで垂直に降りていき、ここに達すると勾配がゼロになり停止します。これに対し、確率的勾配効果法は最小値へジグザグに降りていきます。最小値に達することはなく、 最小値の近くを少しずつ動いています。これにより、極小値から偶然抜け出せる可能性が出てきます。以上、確率的勾配効果法の解説でした。